山田昇り2月9日から1989年2月24日は日本のヒマラヤ登山家。8000メートル本14座のうち9座に12回登頂。1950年2月9日、群馬県沼田市に生まれる。1965年、群馬県立沼田高等学校入学、2年時より山岳部に所属。 1968年、同校卒業、沼田山学会に入会。1969年、群馬県立前橋職業訓練校卒業、川崎市の池外鉄工に入社。1976年退職。群馬県に戻り、木材店や自動車会社などに勤務しながら、沼田山学会での活動を続ける。1978年、ダウラギリに登頂して、 以降、世界の広報に次々と登頂する。8000メートル本14座のうち9座に12回、登頂、その多くを、陶器や、未踏の難ルートからの投範で達成した。8000メートル本9座登頂は、なぜか秀で田辺治、近藤和美と共に、全14座達成の竹内洋だけに次ぐ、日本人2位の記録。1989年、 冬季マッキンディー登攀中に遭難死した。1989年当時、8000メートル本14座を関東していた登山家は、1986年秋に達成したラインホルト・メスナーと、翌1987年秋に達成したイエージ、ククチカのみで、山田登は9座登頂で、世界3番手につけていた。沼田市の成果には記念館として、 山田登るヒマラヤ資料館が建てられており、ゆかりの品が保管されている。オーロラの歌の石踏み。ありがとうございます。